はい、やってました。専門部位解説、フォーム改善、定着のメカニズム編その2ですね。今回この3つの内容について解説をしていきたいと思います。で、1つ目ですね、フォームを定着させるにはというところですね。で、2つ目が動作の難易度ですね。で、3つ目は動作解説、この3つについて解説をしていきたいと思います。で、1つ目がですね、フォームを定着させるためにはといったところです。まあ、前回ですね、1つ目の動画に関しても解説をしてきたんですけど、めちゃくちゃ大事なのはまず難易度調整ですね。そう、難易度調整がめちゃくちゃ重要になりますと。いきなり難しいにあたってなかなか動作定着しないですよね。いきなり YouTube 見てそのまま真似がしっかりと再現できるか、プロと同じように体を動かせるかってところなんですね。そう、なのでまず難易度調整が大事です。で、前回ですね、まあ、視覚的フィードバックが重要ですよって話をさせていただきました。その視覚情報をしっかりと使って、動作を定着させる方法が大事ですよって前回解説させていただいたんですけど、まあ、今回ですね、二つ目、動作の難易度というところで解説をしていくんですけれども、まあ、足の動かし方一つで変わってしまうんですね。そう。例えばですね、まあ、しっかりと、例えばピッチャーの方だったりしたら、まあ、足を大きく上げるかどうか、クイックでちょっと足をすり足気味に動かすかどうかだけで難易度が変わるんですね。そう。なので、いきなりボールを投げ始めるというのが NG なんですよ。そう。で、まずですね、まあ、シャドウのところだったりとか、実際にボールを投げる中でも、その難易度調整ですね、しっかりと段階を分けて、しっかりと順番に進めていく必要があるんですね。これをすっ飛ばしちゃうから、いきなり難易度高いことをやってしまうから、動作がなかなか定着しないんですね。例えば、野球初心者の方がですね、いきなり素振りを立つとすぐ打席に立つかって話なんですね。全然スイングで同じようにできないんですよね、素振りのように。そう。だから、まず素振りやった状態で、まあ、ティーボール、置きティーで打ったりとか、トスバッティングやったりとか、ペッパーやったりとか、そういったところに段階を置くじゃないですか、バッティングでは。そう。なので、投げるという動作に関しての、シャドウの時と、実際にボールを投げる時の中でも、段階分けをする必要があるんですね。今回ですね、そこの実際の練習法、具体的な練習方法について解説させていただきます。で、3つ目ですね、動作解説ですね。まあ、実際にこちらのベースの動画を使えば、どういう風にやっていけばいいのかっていうのを解説させていただきますので、で、実際にこちらの動画をご覧ください。どうぞ。記憶が大事なのは分かったら、こういうふうにやっていく必要があるんだ、具体的なステップを理解することができますので、じゃあ実際にですね、早速やっていきましょう。